ダニエル・ポール・バードはアメリカが州国テキサス州ヒューストン出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。MLB のコロラド・ロッキーズ所属。1985年5月15日にテキサス州ヒューストンで生まれ、5歳で野球を始める。少年時代は遊撃手を守っていた。高校では野球をするために転校して、新しいチームでは投手として好記録を残し、 打者としても3割を打ち5本塁打。翌年には4割を打って10本塁打を打った。2003年の MLB ドラフト20巡目で、ニューヨークヤンキースから指名を受けたが、学業に励みたいという自身の意思から、地元ノースカロライナ州のノースカロライナ大学チャペルヒル校に進学。2004年のベースボールアメリカで、アメリカの最も優れた新人であると評された。 このシーズン16試合に登板し8勝4敗、防御率3.88を記録した。新人の発祥は、ノースカロライナ大学チャペルヒル校の新記録であった。2005年は7勝5敗、防御率4.22、2006年も9勝4敗、防御率3.64を記録し、チームメイトのアンドリュー・ミラーと共に、ドラフト候補に上がった。ボストン・レトソックス時代2006年の、 MLB ドラフト一巡目で、ボストンレッドソックスから指名され、プロ入り。2007年は、参加の A 級、グリーンビルドライブと、A 級ランカスタージェットホークスで、先発投手として75イニングを投げ、防御率7.0578支給の成績を、残した。この成績から中継ぎに移された。シーズン終了後レベル的にトリプル A 級の、 ハワイウィンターリーグで16試合に投げて、防御率1.08と高騰し、請求問題に関しても大幅に改善した。2008年は A 級グリーンビルと AA 級ポートランドシードックスで中継ぎとして投げ、77イニングを投げ、防御率1.51107脱三振の成績を残し、近年はジョン・レスターやクレーバック・ホルツが選出されていた。 マイナーリーグのピッチャーオブザイヤーに選ばれた。2009年は、トリプル A 級、ポータケットレッドソックスでシーズンをスタートし、16イニングで、打者58人に対し29奪三振。6安打され、うち2本が本塁打であった。5月10日に、ハビアー・ロペスのマイナー降格に伴って、メジャー昇格し、13日のロサンゼルス・エンゼルス戦で、メジャーデビューを果たした。 5月20日のトロントブルージェイズ戦でフェンウェイパークで初登板したが3アンダーを打たれ失点した6月12日のフィラデルフィアフィリーズ戦で延長13回に登板しメジャー初セーブを記録した8月26日のシカゴホワイトソックス戦でデビッド・オルティーズのサヨナラ本塁打でメジャー初勝利を記録した2010年は ジョナサン・パペルボンにつなぐセットアップマンとして定着し、73試合の登板で防御率は1.93だった。32ホールドはリーグ最多だった。2011年は5月27日から7月31日にかけて25登板連続無失点の球団新記録を樹立。しかし、9月以降に0勝4敗。 防御率10.64と不振に陥り、レッドソックスは歴史的失速によってプレーオフ進出を逃した。2012年は自ら志願して先発に転向したが深刻な請求難に陥り、6月5日には3、シーズンぶりにマイナー降格の屈辱を味わった。降格後はリリーフに戻ったが乱れた請求は改善されず、トリプル A 級ポータケットで、 防御率7点台と苦しんだ。8月30日に再昇格したが、最後まで調子を取り戻すことはなかった。2013年9月1日に DF となった。2013年9月4日にウェーバー工事を経て、シカゴカブスへ移籍したが、12月2日に FA となった。2014年1月31日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結び、 2月3日に球団が発表した。この年は参加の A 級ヒッコリー・クローダッツで4試合に登板したが防御率175.50と大炎上した。2015年1月18日にカブスとマイナー契約を結ぶが登板なしに終わった。オフに自由契約となった。2016年1月14日にピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結ぶが 5月13日に自由契約となった。その後、6月22日にセントルイスカージナルスとマイナー契約を結んだ。2017年もカージナルス参加に在籍し、開幕から AQ スプリングフィールドカージナルスでプレーしていたが、5月15日に自由契約となった。その後、6月11日にニューヨークメッツとマイナー契約を結び、 参加の a 9セントルーシーメッツへ配属された。2018年1月4日に現役引退を表明した。2018年2月1日にアリゾナダイヤモンドバックスのメンタルトレーニング部門のスタッフに就任した。2020年2月21日にコロラドロッキーズとマイナー契約を結び現役復帰した。7月17日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。 7月25日のレンジャーズ戦、1点をリードした5回、途中から先発のジョン・グレイの後を受けて2番手で、登板した。これが、レッドソックスに在籍していた2013年4月27日の、ヒューストン・アストロズ戦、以来、7年、2646日ぶりのメジャーの、マウンドとなった。最速99マイルパーアワーの速球を軸に、2アンダーを許したものの、1回1。 3を無失点に封じてチームはそのまま勝利して白星を挙げた。メジャーでの勝利となると2012年5月29日のデトロイトタイガース戦まで遡ることになり2979日ぶりの白星だった。64の長身を生かしたサイドスローから投げ込む速球を武器とし毎年投球回数に迫るほどの脱三振を残す。 最速101マイルパーアワーを掲示し、平均98マイルパーアワーを超えるフォーシームの、カスライダーやカーブ、たまにチェンジアップ、フォークを組み合わせ投げる。5歳年下の弟のリュークバードも、プロ野球選手である。2012年の MLB ドラフト一巡目追保で、ミネソタツインズから指名されて、プロ入り後、2018年にエンゼルスでメジャーデビューを果たしている。 また、いとこにも同じくプロ野球選手のジョン・アンドレ・オリがいる。ありがとうございます。